ートフィットです。じゃん、こんな感じです。まずこちらのコートが、これね、だいぶ前に買ったザラのコートなんですけど、最近またよく着てます。ちょっとこう綺麗めな感じで大人っぽく締まるのでよく着てるんですが、こちらのコートに、まずバッグは、これ何回か質問いただくんですけど、前にルナちゃんとフリマに行った時に収穫してきたローレン・ラルフ・ローレンのバッグです。これめっちゃ使いやすくて超使ってます。お気に入り。パンツからいこうか。パンツはエイソスのパンツです。トップショップだったかな、のこのパイソン柄のねパンツで、このままヒールはザラのヒールです。真っ赤なヒール、かわいい。やっぱこのつま先がとんがってる感じがこのパンツから覗くのがかわいいですね。トップスがこんな感じなんですけど、まずこのデニムのジャケットは H&M のジャケットです。これすごいかわいいんですよ。なんかアイボリーっぽい感じのジャケットなんですけど、ここにフリンジが入ってたりとかして、肩パッドも入ってて、で形がすごい可愛いんですよね。ちょっとくびれてるデザインになってて、でも袖は緩めっていう、この感じがちょっと可愛くてお気に入りです。でそれに中はこれキャミなんですけど、これね、昨日私が今週末誕生日なのでちょっと早いけどって言って、プレゼントでいただいちゃいました。これね、ウィズジーンって私が気になってって言ってたブランドで、それをわざわざ見てくれてたらしくて、これを選んでくださいました。嬉しい。かわいい。早速着ちゃった。キャミだから、うわ、夏まで着れないかなと思ったけど、いや、重ねちゃえば、全然今からでも着れるなと思って、今日はこのジャケットを羽織ってます。めっちゃお気に入りです。ありがとうございます。超かわいい。そう、この赤に合わせて、この、シューズとか、今日はベネットグラスもしてるんですけど、このカルバンクラインのボルドーのメガネをしていきたいと思います。ちょっと今日は綺麗めかな、綺麗めだけどこのパイソン柄のパンツとかでちょっと癖をつけてみたコーディネートです。今日はですね、アベマの打ち合わせがあるので、ちょっと今からそれに行きたいと思います。今日はサンプルチェックなのでとても楽しみです。では行ってきます。頑張ります。してくれて、そうやっとな、うん、本当にね、ほんまにやっと、マジで3回ぐらい多分ね、ごめんみたいな感じになっちゃったから、そう、タイミング全然な、そう、会えへんかった。でもよかった、今日行けてね。今はちょっと2軒目、ね、2軒目というかどっかで時間潰せないかなと思ってのるんですけど、ありそうで、こっちかいいかな、でもどっか見つけて入ります。いるこんな人両方こんな人いる。どうしたらこうなるの。もうこうやるしかない。いける。ありがとう、ありがとう。いただきます。めっちゃ白いね、レーナ白い。いやもう目がすごい、ね、マジ綺麗なんだって。ちょっとみんなにいいアップで。あ、全然すっごい綺麗。まつげやば、どんな感じ。なんかほんまにやってもらってすぐ撮影みたいな。
超綺麗感じやったから。え、ホイップ好きです。あんまりあんまりめっちゃ欲得くない。欲得なんだから自分で。確かに、タッチやすい。いやいや、バニラが苦手なんですよ。美味しいよね。あ、もらう。私もバニラ別に選ばないけど、うん、苦手ではないから。牛乳とかも苦手。乳製品、うん、最近の推しアイス。ねえ、ずっと食べてるのがジャイアントコーン。うーん、青のやつ。あ、チョコのやつか。そう。うーん、なんだ。え、ちょっと使っていい、これ。もちろん。今の季節とか関係ないけど、きなこのアイス好きなの。きなこ餅。うん、わかる。めっちゃ美味しいな。私もあのファミリーパックだっけ、なんかあるの、あるの。一時超ハマって、めっちゃ超ストックしてた。美味しいよね、あれ。わかる。大好き。え、なんかシャーベット系というかさ、そっち系は好き。そっちも食べる。あ、本当。セブンのね、うん、4種類ぐらい入ってた、うん、なんか、なんだっけな、果実アイスみたいなのがあって、それがめっちゃ美味しくて、コンビニとか行く？コンビニ全然行く、行く。あ、これこれこれだ、4種のフルーツ。これめっちゃ美味しいんだよね。なんかめっちゃ、ねっとり系なの。うん、そう。で、外側はなんかそう薄い膜みたいなのがあって、それがちょっとパリッとなるけど、めっちゃ美味しい、これ。セブン。甘いもん好きすぎるから、ねえだなんかしょっぱいもん、しょっぱいもんってどんなの。え、しょっぱいって普通にご飯だよ。あ、普通にな。ご飯食べて、甘いもん食べたい。偏食かも。え、そうなんだ。なんかさ、めっちゃ乗せるじゃん。うん、食べ食べるじゃん。だからさ、すごい、なんか常に、常にっていうか、めっちゃ健康的にご飯食べてるかと思ったら偏食なんだ。友達と会うときは何でも食べるし、うん、好きなもの食べてて、朝食パン食べる、うん、夜までは好きなもんお菓子とか、そう、食べて夜はガッツリ行くみたいな、っていうタイプで、夜寝る前にコンビニ行ってなんか甘いもの食べてるみたいな。で、これ、うん、めっちゃ甘いもん。彼女は相当努力をしているようです。でも、ほんま食べたいもの食べてるって感じ。うん、おはようございます。え、2日目でございます。なんか今の絵は何だったのか。今日はですね、私超久しぶりに髪の毛を染めたいと思います。ドキドキ。あの、今日がですね3月14日なんですが、あの、私、まあ、私事ながら3月17日が誕生日でございまして、24歳になるんですけれども、まあちょっと最近髪の毛を、まあ、ずっとねこの暗い感じで、もう根元の方とかもこれほとんど地毛なんですけど、そう、暗い感じで来ていたので、ちょっとこうコイラでイメチェンしたいなっていう風に思いまして、まあ、誕生日っていうのもあって、なんかイメチェンしようかなと思ってて、まあ、髪の毛は今伸ばしているので切るとかはあんまりしないでおこうと思ってるんですけど、カラーを久しぶりに変えようと思います。久々すぎて超楽しみです、まあ、カラーはねちょっとお楽しみということで、はい、今日も一日ちょっと撮っていこうと思います。なのでちょっと、まあ、今日のコーディネートから紹介していきます。はい、ということで本日のアウトフィットです。こんな感じ。まあ、髪の毛はちょっと、あの、美容室行くので何もほとんどやってない状況なんですが、まずこのジャケット、これは、マルディのジャケットです。これがね肩パッドとかも入ってて、結構なんか大きめのサイズ感なんですけど、とても可愛くて、でちょっとこう起毛だった感じのジャケットでございます。パンツからいきますか。パンツが、エイソスのパンツです。これもね、昨日隣トップショップだったかなのカプリパンツを履いてます。で、ベルトはこれ韓国で買ったヴィンテージのやつで、シューズは、ザラのバレーフラットシューズです。で、バッグは昨日と同じくローレン・ラルフ・ローレン、あのスリフトのバッグ。このトップスがですね、リブのトップスなんですけど、これがアトモスピンクの、トップスです。今日はこのような感じになっております。
今日のスケジュール的にはまず美容室行って髪の毛染めてからちょっと展示会にお邪魔して、その後月1で行っている農船場に行こうと思います。今日も一日楽しんでいきます。マウントって言うんでしたっけ？マウント なんとかマウントって言うんでしたっけ？これですか？うん、わかんないです、このね。僕も最近飛んで始めたんですよね。そう、何すか？そう、面白いと思って考え、写真だけですか？写真だけで、動画崩れすごいんじゃない？多分、クリカムみたいなやつじゃないかな。はい、やりましょう。お願いします。あれってでも、落ちるとピンク色がいいの？いや、そんなに。なんかブリーチとかで、めっちゃ明るく前に金髪だった時に一回赤にしたんです。その時にピンク黒落ちてきちゃって、元が赤すぎるとピンクっぽくなる。これは大丈夫。全然大丈夫。なんか 赤ちゃんみたいな。あ、それがいいです。デートもあると思う。気持ち的です。じゃあ勝負さん。お願いします。全然でも本当にショックになるね。かわいい。すごい。めっちゃ赤がもっとはっきり見えて超かわいいです。嬉しい。で今からはちょっと展示会にお邪魔しようと思いますので向かっております。
はい、ということで本日3日目だと思うんですけれども、2日目の次の日からね体調を崩しまして、2日間ぐらいもダウンしていたんですけど、今日が実は私誕生日で、そう、誕生日までにどうにか良くならないかなと思ってたら、奇跡的にだいぶ良くなりまして、もうこの通り嘘みたいに元気になりました。まだちょっと体力的にはやっぱり病み上がりなので、栄養もちゃんと取れてなかったしっていうのもあるんですけど、だいぶ元気になったので、そう、今日本当は友達がお祝いもしてくれる予定だったんですけど、一回それもちょっとわかんないからって言って、本当にごめんねって言って一回キャンセルにしたんですけど、まあ元気になったし、で病院にも行ったらインフルでもコロナでもなかったので、熱が下がって体調も大丈夫だったら仕事とか外出ても大丈夫だよっていう風に言ってくださったので、まあ、ちょっとだけ今から会えるっていうことなので、せっかくだったら会おうと思って今からご飯をしに行きたいと思います。ということで本日のアウトフィットを紹介します。本日のアウトフィットはこんな感じです。じゃーん。今日はまあ誕生日ルックかな、誕生日ルックっていうほどドレスアップもしてないですが、こんな感じです。赤髪にしてからちょっと初めてのコーデ組ということで、まあ、やっぱ髪の毛が赤なので結構色はシンプルめになりました。アウターがこれサンセットガーデンっていうところのやつだったかな、これ私すごいお気に入りでよく着ちゃいます。レザーのジャケット、デザインが可愛いですよね。そしてこの中のトラックジャケットがシャロームのトラックジャケットです。胸元にシャロームって入ってて可愛いやつ。スカートがザラので、この下のヒョウ柄のパンツはジュエティので、このシューズがプーマのシューズです。こんな感じのめちゃくちゃ可愛いシューズなんですけど、これね、あのモストロ、質問あったんですけど、モストロっていうやつってめちゃ可愛いですよね。限定なのかな、多分。これはプーマさんからいただきました、ありがとうございます。いつも。そしてバッグはこちらオソイの S のバッグを持っていきます。サングラスは、サンローランのやつです。健康第一は、それも一個にプラスアルファ、それはその当たり前、健康が一番のやつでもということで、お家に帰ってきましたって言っても、全然私外で動画を撮れてなかったと思うんですけど、今日は地元のね、地元が同じ子だったと一緒に地元の子とお約束をしていて、一人こっちに来てくれる予定だったんですけど、なんかサプライズでこっちにいるもう一人の友達も呼んでくれてたみたいで、せっかくだったらその子にも会いたいしって言ってこっちに来るっていう風に言ってて、でその私もね体調が良くなったから本当に飛び入りで参加したんですけど、でランチしてきたんですけど、なんと予約してお祝いをしてくれまして、こんな急だったのにありがとうと本当にごめんだわって言って、お祝いをしてくれたプレートだけ私謎にこれだけ動画回してたんですけど、そう、本当にもうおしゃべりに夢中になってしまって全然動画を回せてませんでした。本当にすっかり忘れてました。で帰る頃に、うわ、そういえば動画撮らせてもらえばよかったと思って、そう、本当に2人にお祝いしてもらって、そうで、なんか本当はそのラグ作り、このぐらいのちっちゃいラグ作り、タフティングに、ここ本当はサプライズで連れて行きたかったんだけど、ラグのなんかデザインは決めなきゃいけないみたいな感じで、結局それはこう LINE で送ってくれてて、もともとで私もそれを選んでたんですけど、今日朝になって私が体調が良くなったからこう LINE した時に、まだラグのやつ、あの週7枠あるから、もし来れそうだったら来てねみたいな感じで言ってくれたんですけど、結局それは時間が間に合いそうになかったから、ごめんそれは間に合わなそうだわって言ったんですけど、そのねラグをなんか作ってくれたんですよ。もう本当に嬉しい。色を選んでこんな感じで作ってくれました。なんか本当いろんな形のラグがあって、みんなそれぞれなんかすごいらしいなってやつを作ってたんですけど、糸がめっちゃあってみたいな、そこから選んだんだって言って、こんな可愛い紫と黄色のさつまいもカラーのラグを作ってきてくれました。超可愛い。なんかこの上に小物とか置いたりとかできるってやつで、私もあのタフティングやってみたいってずっと思ってて、そう、こんなねミニサイズのやつとかもあったりして、本
東高でに連れてって行ってくれる予定だったらしくて、でも嬉しい嬉しい本当に。しかもプレゼントももらいました。これがすごい可愛くて、じゃん、こちら、このねレゴのフラワー、レゴフラワーっていう、私ちょっと知らなかったんですけど、海外とかで流行ってるんだよって言って、このレゴのフラワーをくれました。レゴだから枯れることもないし、普通に飾ることもしっかりできるし、これをもらったのでちょっと今からこれを組み立てたいなと思って動画を回しました。これすぐ組み立てれるやつなのかな。ちょっと待って、無理かもすぐは無理かもしれないちょっと待ってね。あ、1、2、3、あれ、なんかいっぱいあるな。3がもう1個ある。4、5、6、7、8個ありました。なんかちょっとこれ無理ですよね多分。え、いけるの？意外と簡単だったりしますかね？どうだろうか。ちょっとすぐはできるかな？やってみようかな。めちゃくちゃ、めちゃくちゃ部品があった。想像以上に。でもそうだよね、やっぱ。花びら一枚一枚にあるってこと？すごい。こんな感じになってます。ちょっとやってみようか、でも。楽しそう。私こういうの好きだから嬉しい。あ、こんな感じでできるみたいです、ね、すごい、こんなに細かくなってるんだ。わあ、これ怖い。部品がなく、部品なくしそうで怖い。はい、楽しすぎる。一生できるかもしれない私これ。え、かわいい、めっちゃかわいい。面白すぎる。一個できました。こんな感じです。すごい、めっちゃ楽しい。ちょっとさすがに多分全部はできないなって今ので察しましたので、まあ、できたらまた動画を撮ろうかなって思います。今日中にできるかわかんないですが、ちょっとやってみて、できるとこまでやってみたいと思います。全部レゴでできております。すごい、本当に最初見た時はパーツの量にちょっとびっくりして、細かーって思ったんですけど、やっぱ私こういうの本当好きなのでめちゃくちゃ楽しかったです。嬉しい、かわいい。花瓶にもこんな感じで飾りました。あ
ありがとう、ほのか。めちゃくちゃ可愛くできたよ。ということで、こんな感じで、こちら飾りたいと思います。